大森吉五郎大森吉五郎4月11日から1946年は日本の内務、警察官僚、政治家、民生統計感染県知事、京都市長、岡山県上道郡中井村出身、大森九五郎の長男として生まれる、岡山中学校第三高等学校を卒業、1908年、京都帝国大学法科大学政治学科を卒業、 内務省に入省し、京都付属となる。1910年11月、文官高等試験行政科試験に合格した。1910年、京都府南総伝軍長に就任。以後、京都市助役、熊本県理事館、愛媛県警察部長、神奈川県警察部長、神奈川県校、勤務部長、熊本県内務部長、長崎県内務部長、 北海道庁土木部長などを歴任。1925年10月、山口県知事に就任。農村の救済のため各種の副業を奨励し、副業知事と呼ばれた。その他、電気事業の統一、気候改革、穀物検査事業の県営移管などを推進。1929年7月、熊本県知事に転任。浜口内閣の方針に従い。 新規事業を一切計上しない、緊縮予算を編成した。そのため、声優会が多数を占める見解で、厳しい対立が続いた。1930年7月22日日時を異岸面本館となり退官した。1931年、南満州鉄道理事となる。1932年、京都市長に就任。行政改革、下水道事業の促進。 災害復旧などを推進。1935年、市長不妊旅費支払いの問題などから司会で不信任決議が出されて市長を辞任した。ありがとうございます。